皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。よろしくお願いします。本日は三成さんですね。おみつ、おみつで、ね、場所が小牧長くていいね。小牧長くてで、条件は開始8分以内に忠勝、稲姫、服部半蔵撃破と、ね、かつ150人も撃破。秀吉は秀吉時間とは関係なしに静ヶ岳に破り、別動隊の救援ミッションも確実なものとしたクリアすると、これに対し、うん、まあ、長くて正面から行ったら大体あれがぶっ壊されるんで、あ、なんか筒みたいなやつが別動隊ルートですね。ちょっと8分以内に敵を速攻でぶっ飛ばすと。半蔵戻らなきゃならんやつか、あれ。石田三成もまた、はいはいはい、なるほどね。ちょっとでも世話しないね。8分か。家康の正当性は織田、これきついっすね。第3話小牧長久手の戦い。まあでも3ステージ目なんでなんとかなるでしょう。外伝はね、もうね、地獄でやらない方がいいということはもう痛感した。またこれかよ、この寒いムービー。相手じゃこの戦一筋縄ではいかんだろうな。秀吉様、はい、んじゃ三成、殿は何のために天下を取るのです。猿みたいな顔してんな、ほんと。みんなが笑って暮らせるよう作るため、それがわしの約束なんさ。なんで猿っぽいんだろうな。いや、口が出てるからか。ああ、このやっぱ鼻の下が長いからか。鼻の下が長いとちょっと猿っぽいんだよな。サルリンになっちゃう。はい、ということで武器はこちら。ああ、これ攻撃ついてないんだ。ちょっちきつきつだね。まあまあこんな感じで。で、はい。はい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 、なるほどね。とりあえずまず正面行って、まあ、向かって右の別動隊救援ルートで行きますか。これまあ秀吉さえ生きてりゃなんとかなるから、まあなんとかなるべ。とりあえず8分以内だな。8分という、この8分という時間を大事にしたい。敵はあの家康殿じゃ、動けば必ず痛い目を見る。雑魚をね、倒さないといけないんだよね。いざ、とりあえず馬の上で戦うのはこの人。あ、しまった、馬あの降りないやつを滑ってしてきてよかった。もう終わりか。弱いとりあえずこれでお見事です。行くと、でこれザコもまとめて、まあザコはでも無双って倒してもいいけど、これだな。よし、はい、行きます。でこれで勝つ、なん150人でしょ。150人まあなんとかなりそうだ。普通にやってりゃなんとかなりそう。でこのミッションが出てから倒さないと多分めんどくさいことになるから、ちゃんとミッション出てから OK。 まあとりあえず馬の上で降りたらね、あんま強い、まあ無双はねそこそこ強いんだけど、通常はゴミなんでこの人、ゴミクッソなんで。いざ戦わん、ヘルドを助ける。うまい、わしはここぞ。よかろう。さあいいよ、ガードやめて。もう終わりか。弱い敵将だ。いいよ、誰だ。期待しそうぞ。チャージ音がね、雑魚戦では割と使えるかなって。2ヒットするし、ちょ早く早く門を開けてくれ。そうそうそう、それでいいわけ。みなち、半蔵が多分ね上にぶっ飛んでいくんだよね。みなちか、確かいなち戦うとこっち来るんだよね。岩崎取りに、ここ取ったら押すか、確かそうなんだよ。真ん中がまあ苦戦しとる。で、これで制圧するんで、岩崎取り返しに来るんで、よっしゃ、
やめて、誰、俺、あいつか、さっきから俺ペチ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 打ってるバカ野郎は。ならば我らは陣を清洲城へ移すぞ。とりあえず行くんで150人も倒さないといけないから、これ来るんだよ。ここで迎え撃って、もうこれおかしいんだよ、止めろって言うくせに相手にするなって言われるんだよ。で、半蔵埋めに行くんだよ。ここで倒す。速攻を潰すか。これまずいね。は？そう、相手にするなとか止めろとか、むちゃくちゃなの言ってること。でもここレベルアップ、レベルアップ、クボスがね、一気にいく。レベルアップ窪塚がちょうどいいと、これで無限窪塚編入ったから。あ、やべ、無限窪塚編が終わる。今は俺が倒すぞ。もう終わりか。よし、弱い敵将だった。で、あと半蔵さん、半蔵さん倒したらいいっしょ。これ上は開かないのか、こっちから行くしかないのか。開くんだね。よし、簡単っぺじゃない。なんか半蔵さんも士気下がってるし、簡単っぺじゃねえかこれ。時間は、あー、全然全然でもないか。おい、マルオシッパの方が強いのかな。マルオシッパもなんか、まあなんだよね。 OK、 いやー、もう前回暴行にされたから楽だわ。弱い敵将だった、楽でいいわ。そうだ、とこはそっち、はいはいはい、分かり申した。あとで行きます。稲葉ジャンプがやられる。稲葉ジャンプはこれもやられる。ここで助けたとてやられるな。よし、だから最後に夢見させてあげよう。倒していいぞ、僕が倒しちゃったの。綺麗な顔してやるじゃない。うん、なんか森長がもなん、そこ苦戦するとこないでしょ。何しろ一体。まあね、こうやってある程度育ってみると三成もそこまで弱くないよね。もう断然家康の方が使いにくいもん。無双がそこそこ使えるキャラはまだ戦えるわ。ほんと無双が使えないと一番きつい。一きつだよ、一きつ。頑張ってるみたいだね。一きつの非常にきつの除きつだよ。熱くなってきた。クーラーが古いクーラーだからね。質が悪い。これ変えた方がいいのかな。電気代とかどうなんだろう。あのある武士とお見受けいたす。どうなんでしょう。ガードしないで。いいね。もう終わりか。強し。弱い敵将だった。センスでしばかれるってやっぱ痛いのかな。心は痛いのかもしれない。ペチ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 やないか。みんな辛そうな顔してるもん。センスでどつかれることに心が痛んでる。苦しいって顔してる。疲れた顔してる。年下の上司にガチで怒られた時の顔してる。うわ、つれって。期待しとるぞ。おお、小野町君は俺を待っていてくれた。誰だ、あの上に向かってるやつは。家康さんじゃん。じゃあ下にいるの誰あれ。まあいいや、あいつか。なんだっけ、あの小田なんとかだよ、ね、小田信太郎だ、下にいるやつって。信勝の方か、信勝ちゃんの方だよ、ね。
こいつ倒したら終わりか。終わりっぺ。よし、よかった、イージーに終われた。イージーノイジーだこれ。よきよき、これぐらいスムーズであってほしい。あいたたた、肩がいて。なぜランク A なんだ。いらんいらん。おお、攻撃がないんでですね。無双ってそんなにいらなくない、この人。運もいらない。こいつ運あったのか実際。まあいいでしょう。再臨をゲットした。蘇る窪塚。はい、ということでね、無事クリアということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。